2024年7月プレゼント企画。あ、今日もすっごく暑い一日でしたね。すごい暑いですよね、静岡。はい、なんかニュースで、はい、毎日のように、うん、静岡市の最高気温40度超えみたいなね、そうなんですよね、続いております。全国ニュースで静岡が映っちゃうぐらい暑いですよね。本当になんか例年あまりこう見ない暑さですね。そうですね、こう体調管理も気をつけていただきたい夏ではありますが、はい、楽しみなイベントもたくさんあるんですよね。はい、昨年大好評だった、はい、牛吹江夏祭り。あ、はい、もうそんな季節ですか。そうです、今年も8月に開催となります。はい、8月の10日、11日、12日の3日間での開催となります。はい、今年はなんとこのファーストダイヤモンド静岡も初出店するんですよね。はい、初めての夏です。はい、普段からもうあのお子様連れでも家族で楽しんでいただけるジュエリーショップとなっているので、はい、この夏休みはきっとお子さん連れの、ね、ファミリーがガチャガチャをやりに来たりとか、はい、彫金をやりに来たりとか、はい、また多くの方に楽しんでいただけそうですね。そうですね、この牛吹江夏祭りを通してまたまだ来たことがないという方にもぜひ訪れていただきたいですね。はい、この3日間は私たちも女性社員は浴衣で営業をいたしますので、はい、ぜひ遊びに来てください。はい、また夏祭りの詳細はもうすぐ発表されるかと思いますので、はい、皆さん楽しみにしていてください。それではお話をプレゼント企画に戻しまして、7月のプレゼントの発表です。今回は夏らしい色石を2ピースご用意いたしました。さあ、まず1ピース目ですが、はい、これはたくさんの中から私を選んでって主張していた、はい、こちらです。じゃん、メキシコオパールルース 0.4 カラットです。すごい、この鮮やかな色味。はい、もうパッション、情熱を感じますね。はい、0.4 カラットのカボションカットのルースになります。はい、ぜひリングなどにしていただくと、うん、常に自分の目で見れて、あ、いいですね、エネルギーをパワーをもらえるような、うん、はい、そんな指輪になるかと思います。はい、なんかすごく鮮やかで綺麗な色なんですけど、はい、カボションカットになることで優しい感じもあって着、はい、やすそうですよね。そうですね、男性女性問わず、うん、ぜひご応募いただきたいお石です。そしてもう1ピースがシャンパンベリルです。おお、なんかシャンパンって名前が、はい、ちょっとおしゃれですね。おしゃれですよね、わかります。こうちょっとイエローなんですけど、おしゃれな淡い感じの色味なので、はい、結構つけやすいカラーなんじゃないかなと思います。こちらは 0.8 カラットのマーキスカットです。はい、うん、マーキスカットって結構おしゃれな方がつけてるイメージなんですけど、上級者って感じですね。はい、そうですよね。結構指輪にしてももちろんいいですし、こうネックレスにすると縦長のラインも強調できるので、はい、すごくスタイルアップにもなるんじゃないかなと思います。おー、素敵です。夏のおしゃれをぜひこちらの色石で楽しんでいただきたいなと思い、はい、今回はこちらの2つの色石をプレゼントさせていただきます。はい、応募方法は新着情報のコメント欄にどちらかのブースをお明記の上プレゼント企画応募しますとコメントください。応募期間は本日より7月27日土曜日の19時まで。当選者の発表はアプリ新着動画にて発表いたします。結構お好みが分かれそうですね。そうですね、形も色味も全然違いますので、どっちの方が人気あるんですかね。どうでしょうか、その結果も楽しみですね。はい、そうですね、またコメント欄に気合いのコメントもいただけると嬉しいです。はい、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。